二俣渓谷は、杉義春による日本の漫画。1968年2月に、ガロに発表された全18ページからなる短編漫画作品である。福島県岩瀬郡天栄村の実在する二俣温泉、床屋旅館をモデルにしている。1967年秋、杉は、東北地方の昔の古い温泉の写真を見て、その当時場の佇まいが、小敷小屋に近いことを知り、 一人で東北大旅行を結行する。この虫の湯に立ち寄った後、日記渓谷を訪れた。1967年秋、杉は単独で東北地方を大旅行するが、その時の収穫がこの作品に結実した。旅行では五所岳温泉や虫の湯を回った後に、福島県岩瀬郡天栄村の日記渓谷を訪れた。10月に旅をし、翌年2月には発表している。 行く前から構想はあったが、たまたまに帰京国に出会ったことで、そこを舞台にした。宿の爺さんとの猿談義は、旅行前に読んだ猿の生態記録の本での話がヒントになっている。この頃、次は、旅物の漫画を描くようになったために、自然に関する知識を知りたいという欲求が強くなると、同時に漫画の材料に猿や犬などの動物を描きたいと考えていた。 主人公がバナナを食べたのは事実だが、猿に盗まれるというのは空想。また、猿が露天風呂に使っていたという話も作り話。その逸話から猿談議が始まるのだが、この作品では異例に冒頭から文章が多い。水木しげるが、この作品を日本で初めての随筆漫画と絶賛したほどだが、告げ本人は漫画に随筆は向かないと、 当初より考えていたため、それ以降は、随筆風漫画は描いていない。漫画は、文字と、セリフ以外に、具体的な絵を見るわけなので、具体的な出来事を起こさないとダメなんですね、と述べ、晩年の滝田優が描いた、随筆風の作品は成功していないと見ている。告げの旅の多くは、友人である、立石慎太郎との同伴が多かったが、この時は一人旅であった。当時偶然に、 東北地方の昔の古い温泉の写真を見て、その当時場の佇まいが、古事記小屋に近いことを知り、税が非でも行ってみたくなったが、立尺が金欠であったために、一人旅となった。また、一人での旅の気分を味わってみたかったことも、理由に挙げている。現在の二気温泉主人公の青年は、季節外れの台風のあった晩秋に二気温泉に旅に行って、出 一番貧しそうな老夫婦が経営する二食付き六百円の宿に泊まる。役場に勤めていた老夫婦が退職金を元手に始めた宿で夏場しか客が来ずに冬には山を降りるのであった。渓流に岩ナの魚影を認めた青年は釣竿を借りようと宿に戻ったが釣り場に戻ってみると置いていったはずのバナナがなくなっている。 夕食前に露天風呂に入ろうとすると先客があった。近づくと猿だった。驚いた青年は宿に戻るとじいさん相手に猿、談義を始める。どうも、バナナ泥棒の犯人も猿のようである。その夜、台風が襲来した。犬があまりに吠えるので、じいさんと青年が外に出てみると、濁流の中の流木の上に逃げ遅れた一匹の猿が、けたたましく鳴いていた。 助かる見込みはないでしょうかと問う青年に、じいさんは、まず絶望ですとだけ答える。現在の二木温泉二股温泉は、福島県の南合図、二木山の東側山陸に湧く人を、東北本線須賀川駅からバスで約2時間。二木渓谷には30カ所から源泉が自然輸出し、湯量も豊富。渓流脇に岩で囲っただけの野趣ふれる露天風呂があり、 登山客や当時客が主な客であったが、その後の人湯ブームで客層が変わってきている。宿は大丸屋という当時は、かやぶき屋根の宿屋を中心に5軒程度あるだけの、こじんまりした当時場であった。告げが止まったのは、京庭の最も貧しそうなじいさんばあさんの宿と表現された、ゆこや温泉であった。現在、ゆこや温泉は、荒ゆこや温泉に名を変え、 建物はそのままで新経営者らによって運営されている。旧湯小や温泉の主人は、じいさんばあさんの息子にあたるが、体調を崩し入院。退院後、しばらくの間は営業を再開したものの、2003年7月に宿を閉めて、岩瀬湯本温泉にある一軒家に戻った。その後、店を畳むことを聞きつけた、会社員4人が、旧経営者から経営権を譲り受け、 共同経営で2003年8月以降、週末のみ営業している。4人の住居は郡山にあり、旧ゆ子や主人とは、血縁もなく赤の他人である。新経営者らは、次ファンのために、入り口もそのまま残してあるという。このため、次ファンの聖地巡礼が多い。なお、旧ゆ子や温泉主人は、彼のの宿の宿の息,の息子のモデルであり、 彼野の,の宿の壁に描かれていた絵は、この横屋温泉に残されていたが、後に絵柄が描き変えられた。また、旧、横屋温泉の主人の風貌とタバコを持つ時代離れ、下手つきは、杖の旅物作品の一つ、合図の釣り宿の宿の主人として描かれた。老朽化で取り壊す話が持ち上がったが、現在も熱烈な杖ファンの聖地巡礼地になっており、有志による存続や、 観光資源化の動きが本格化している。現在のゆこうや旅館の経営者の高萩和幸によると、漫画と旅館を照らし合わせて楽しむ客が多く、客のほとんどが温泉好きかつげファンのどちらかだという。後を引き継いだ2003年当時に、すでに老朽化が著しく宿泊には、危険を伴うために建て直しを検討したが、つげファンらの熱い現状保存への声に押され、 建物を残しながら駐車場部分に新建屋の建設を検討中である。また、2014年が、げの漫画家デビュー60周年にあたるため、漫画のモデルとなった岩瀬湯本とに気温泉の両方の地域おこしの一環として、杖吉春ゆかりの地をアピールしようという動きが高まっている。同年11月23日には、杖吉春フォーラムが、 天栄村の文化の森利庭園で開催され、高萩和幸やガロの元編集者らが集い語り合った。翌24日には、杉義春が歩いた湯元、2期見学会が実施された。2016年現在、土曜日のお昼ぐらいから日曜日のみ営業している。また、隣接する大和館は、お上の病気のため長期休業中である。AB、杉義春漫画術。 ハット a b c 産経ニュース、杉吉春が描いた言語や、保存を、観光資源界有志ら取り組み福島2014.11、217時8分 AB、杉吉春漫画術 104P-110P、杉吉春に会いに行く特別編稲わ城の難点、栄村の西、後編、二股温泉高田の馬場杉吉春研究会、歴史と旅のダイアリー、二股温泉、 あらゆごや旅館から2016年に実際に現地を訪問した人のサイト。ありがとうございます。